ご紹介します。チョン・ジヒョンさんです。21歳の現役の女子大生で、女子大生でありながら、はい、今韓国を代表する映画女優、大ブレイク、大ブレイクして172センチ、大きいですね。172センチ、クシネよ。で、背が高い方です。猟奇的な彼女って映画が韓国で大ブームになってるって話は聞いたんですが、実は見たのは今日なんです。僕映画面白かった。あ、面白いですか。面白いです。なんて言いますか、こう突き抜けた感じでね、痛快でね、面白くて、もう涙流して笑っちゃって、もう息が詰まって死ぬかと思ったぐらいです。あ、どうも、映画を좋게봐주셔서너무감사합니다。そのようにおっしゃっていただいて、どうもありがとうございます。で、この猟奇的っていう言葉、今ちょっと VTR にも出てきたんですけど、この猟奇って言葉ですけどね、猟奇。この、ちょっと見えにくい。猟奇。これ、韓国語ではヨプキ、ヨプキ、ヨプキ、ヨプキ。で、これ もちろん韓国漢字ありますから、これをヨプキって言うんですけど、もう猟奇っていうのは日本で言うともうちょっとドロドロっとした意味で ね、怪しげな雰囲気もあるんですけど、これは実は今も VTR のご紹介ありましたが、最初インターネットにある男性が自分が付き合った女の人のことを延々と書いて、でそれがやがて本になって、本もベストセラーになって、これが映画になったんですよね。네, 네굉장히자세히알고계신데요 、네、 인터넷에서좀많이사실그실제있었던일을한원작자가그대로올려서요그게워낙인기가많아지다보니까그영화에대해서제가영화에출연하게된거예요。よくご存知ですね。その通りでして、韓国ではインターネットで、この小説が発表されまして、実話を元にした、小説なんですけれども、それが非常に人気がありまして、それをこの映画化したのが猟奇的な彼女です。で、この小説の大ヒットとこの映画のバカ当たりっていうぐらいのバカはつかないですから、すごいや、すごい大ヒットね。このすごい当たった。これでこのヨプキっていう言葉が、もともとあるドロドロとした意味よりももっとこう軽い意味の流行語みたいになったんですよね。何でもヨプキ。え、저희한국에서도지금일본처럼엽기라는단어는좀인터넷상에서좀보기흉하고또잔인하고좀그런의미가많았어요。근데엽기적인그녀로인해서엽기코드가좀다르게바뀐것같아요。좀더엽기적인그녀，그러니까그녀를상징하다는말이다보니까그전처럼좀별로안좋은의미보다는조금더귀엽게좀귀여운조금사랑스러운그런식으로좀많이바뀌었어요。한국어도쓰이는거聞いてるとほとんど分かってない気がするんですよ。もうなんだと思って、よく考えたら全然分かってない。そうですね。やはり韓国も以前は日本と同じように少し重い意味があったんですね。で、猟奇と聞くと非常に残忍だったり怖いとか、そういうイメージがあったんですけれども、この猟奇的な彼女という映画が主人公の彼女を象徴している言葉として使われるようになったのがきっかけとなりまして、最近では猟奇という言葉の意味が変わってきたんですね。最近では非常にこう可愛らしいとか愛らしいというふうにニュアンスが変わってきてます。で、これね、英語のタイトルもついてるんですけど、英語はね、マイサッシーガールって言うんですよ。サッシー、サッシーってのはこれね、厚かましいとかね、生意気っていう意味なんですよ。もっと前ですんで、このストーリーは知ってるにしよう。この映画の撮影が始まって、とにかくさっきも出てきましたけど、やたら殴るでしょ、男を。本気でね。で、映画撮影中にこんなに男を殴ってばっかりいて、この作品はどうなのだろうっていうふうな心配は撮影中にありませんでした。글쎄、촬영하면서뭐シナリオ처음읽었을때는그런때리는장면이이렇게많이도드라지진않았었던것같아요。읽을때는막상。근데촬영하다보니까왜이렇게내가차태현씨를많이괴롭히나이런생각이들정도로많이때리는장면이많았어요。근데좀그카메라기법이라고그러죠，조금앞도기법이라고그러죠。그좀카메라이쪽에있으면이제그걸피해서진짜처럼때리는것처럼하고，근데또항상그렇게때리다가제가어느날한12시넘어서촬영을한적이있어요。근데저도잠결에저도모르게진짜주먹으로때렸어요차태현씨를。차태현씨표정이너무아프신가요？주먹으로때렸으니까한이정도속도에서쭉때리고가와이테스트본
そんなに楽しめよ。すいません。くれた적은있었던것같아요。あの最初シナリオ読んだ時にはそんなに殴るシーンが目立つとはこれほどまで目立つとは思っていなかったんですが、あの実際撮影に入りましたところ、どうして自分は共演者のチャテヒョンさんをこんなに苦しめているんだろうというふうに現場で思ったこともあったんですが、でもあのこれはカメラのあのうまい秘訣といいますか撮り方の問題でして、こちらの方で殴ったふりをするとうまくカメラが本当に殴ってるように撮ってくれるんですね。あのなので実際の演技の時には殴らなかったんですが、ただあのこんなことがありました。ある日夜中の12時を過ぎて撮影したんですが、こちらも寝ぼけ眼で現場に行きましたところ、あの寝ぼけてましたので本気で殴ってしまったんですね。そしたら共演の相手役のチャテヒョンさんが本当に痛いような、あの痛がって、あの表情が非常にこう痛そうな表情をしてたので、非常に申し訳ない気になったことがあります。あなたは もちろん素晴らしいんですけど、あの相手役の男性の俳優さんは素晴らしいですね。チャテヒョン씨도너무좋으셨고요。チャテヒョン씨는저하고영화출연하기